医師の用途雑談。人生において、孤独は最大の不幸の一つである。孤独を知らず幸せに生きている人も若干いるが、大抵の人は孤独を感じて生きる。孤独になるのはなぜか。孤独になるのを人にせいにしてはいけない。自分の生き方が理由で人は孤独になると考えるのが良い。その点、考えるようにすでに若くして孤独になっている人間がいる。自分の生き方がまずいんである。人はあくまで孤独で生きられる、あるいは生きることを良しとする生物ではない。孤独からの脱却、孤独から脱却していかに生きるか、これが生き方の大きな問題の一つである。